こんにちは、かいちです。今回は2つ目の島行きましょう。まあボンボン行きますよ。2つ目の島に行くとこんな感じで、最初の島のチームを引き連れて行けますんで、最初の島の時よりもスタートダッシュが早いということになります。でさっきまでいた幽霊さんいましたよね。あれ一応設定があるらしいです。このゲームで負けるじゃないですか。負けた時にそれが幽霊になるっていうことらしいです。だから今のところ一回も負けてないですけど、そのさっきの幽霊はそのこの王女がの前に戦っていたというか、こういう運営をしていた人、なんか男っぽかったですね。王様だったんですかね。これは王様と王女をランダムでこう登場するんで、まあ、失敗した人っていう感じですね。で、探索を開始してます。マップのですね、中身というか何があるかっていうのは毎回違うんです。なので探索を始めます。さあ初登場のポータルです。普通は通り過ぎないんですけど、普通は引き返すんですけど、来ちゃいますこっから敵が出てくるんですよ。ちょっと見てみましょうか。あ、来ました。出ましたね。本当はそんなことする必要ないんですけど、はい、ポータルというものが登場します。で、まあどうするかっていうと、あれ壊すんですね。はい、壊すことで敵の出現を抑えることができます。さあ右側に敵の陣地があることが分かりまして、夜になろうとしてますね。そうするとこの可愛い子羊3人がですね、襲われる可能性大です。拠点までこのスピードで歩いていっても間に合わないでしょうからね。しかも、あ、くつろいでます。サボってます。ダメです、そんなじゃ早く帰んないと。ああ、わかったね。事情乗り子、飲み込みが早い子は、ああ、来た来た、襲われる。お金で解決。許してください。ごめんなさい。はい、ということで、なぜ最初にちょっと無理をしたかっていうと、敵の襲来が少ないんですよ。ああいう風に2コインで片付くんだったら、もうガンガンいっちゃった方が時間的なコスパはいいんで、最初にやれることっていうのを、まあ、大いにやっちゃうと。アドバンテージは使っていきましょうって感じですね。なんで今夜の敵将はもうないんですよ。長い夜の時間を使って今度は左側を見に行きます。何人かいるか。よいしょよいしょよいしょ。この辺も立てちゃいましょうかね。よいせよいせ。ここも作っちゃおう。お、家発見。初登場の家なんでしょうね。さあ脱出用の船の場所が分かりました。左側に船ですね。 OK です。でも切っちゃいましょう。馬がいました。ちなみにこの同じ色の馬に乗り換えると何がいいことあるのかは知りません。いいことがあるのかどうかっていうのも分かんないですね。さあ初登場のモニュメント、これに投資するとですね、今まで作ってきた壁とか高台あったじゃないですか。あれをさらに強化することができるようになります。ワンランクの装備をあなたにっていう感じですね。さあまたなんか出ましたね。これは前の島にもあったかな。さあ使う時が来るかな。
で、この宝箱があるっていうのも謎なんですよね。無人の、無人じゃないか、この人たちがいるか。宝があると、おお、いいっすね。左側にも敵が、最初の島は右側からしか攻撃を受けなかったんですけど、今度は、あ、来た、左側にも敵がいるから油断してはいけないということですね。左右から敵が来るんで、それに対してマネージメントをしていかないといけないっていうことになります。さあ、だいぶ横着しましたが、島の全容は分かりましたね。これをもとに、この王女様は島のマネージメントをしないといけないわけですね。さあ、どうしよう、どうしましょうね、どうしましょうね。この辺まで陣地広げましょうか。ちょうど大工さんもいますしね。おお。あ、ほんと、あ、こんな明るい時に来るんだ。ちょっと初めて知りました。調子乗んなよって言われた感じですね、あの襲撃の仕方。あ、夜になっちゃうから早く、これ2人でやると早く終わるんで、スピードも上がってます。はい。で、まあこのレベルでも今の段階だと持ちこたえるんで、まあ、ちょっと様子見ましょうか。で、壁の内側を整備していきます。あ、牧草、牧草走ります。この小川もちょっと使いたいですね。ここいいな、ロケーション的にも。ここも発注しちゃいましょうか。あ、こっちの方が良かったな。ご利用はご計画的にですね、本当に。まあいいや。で、さっきの通り左側はだいぶ鍛えてますんで、まあ、大丈夫でしょうと。で、右側ですね、今度は攻めていきます。キャンプがあるのが強みですね、右側は。人の数は増やしていきたい。さあ、犬の鳴き声が聞こえましたね。いつ救出しようかな。結構来たな、来すぎだな。この辺まで兵を進めましょう。大工さん来るかな。ちょっと日中ここまで来るのは難しいかもしれないですね。来すぎたかな。これコイン落とすと犬を救出できるんですよ。はい、犬がですね、木に、倒れた木にこう挟まってたっていう。よいしょ。このお金をくれる人ですね、このパトロンさんがいる島っていうのは難易度低いんですよね。こう無条件でお金くれちゃうんで、と言いつつこれで負けたら結構恥ずかしいですね。気を引き締めていかねば。と言いつつ結構無茶なプレイングしちゃいましたんで、ここが心配。ここを建てるまではちょっと現場を離れない方がいいかな。でも大工が一人走ってきてましたからね。で、この犬はですね、ずっとついてくるんですけど、右側敵が来るのか左側から敵が来るのか教えてくれるんですよ、その吠える方向で。ただし、ちょっと自分の経験でなんですけど、当てになんないです。右に向かって吠えてるのに左から来てることがあるんで、本当かって思っちゃうってことは、いてもいなくてもいいってことです。はい、そんなワンちゃんです。ほい、
やばい。この時に敵が来たらですね、大工が襲われちゃうんですね。壁は出来上がってほしいが、間に合うかな。あ、2人来た。よし。スピードアップ。完成してちょうだい。お金いくつあったっけ？結構満タンですね。よし。よし。このマイペースさね。あー、やばい。満タンになっちゃう。こぼれちゃった。よいしょ。お金使いに行きましょう。お金があって使ってないのは良くないです。お、いいですね。釜を投資しましょうか。はい、釜を作ると何やら装備を持ちました。何でしょうか。お、どっちに吠えた。吠えましたね、犬が今。ん？どっち？どっち？吠えてほしい時に吠えてくれない。右かな？右だ。見に行きましょう。もう行く頃には終わってるかもしれないですけどね、バトルが。とりあえず見に行きましょう。食べて、まあ、壁が壊れてなければ OK です。あ、大丈夫そうですね。ほい。この像はですね、また解説を後にします。よいしょ。戦力アップ。あ、お金がいっぱいある。よくない。お金を使ってないのは良くない。お、はいはいはい、戦力が増えてますね。はい、どんどんお金を使っていきましょう。しょ、大工さん走ってますね。なんだろう。発注した覚えはないんですが、こういう時に走ってるのは壁が損傷して修理に向かってる気がしますね。はい、これさっき作ったやつです。もう一個レベル上げします。何が出来上がるでしょうね。ん？お金半分か。もうすっからかんになるぐらい投資しないとスピードが上がらないんですよね。おお、はい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 、まずい。これはまずい。あ、でも大工一人来てたな。よし、この辺も伐採しましょうか。うん、そうですね。鳴らしていきましょう。で、自分が今何を考えてるかっていうと、戦略としては左右のうち、まず左側が桟橋がありましたよね。で、桟橋っていうのはその船が到着するところなんで、あっちを最初にクリーンにしておきたいんですよ。だから左側をまずあのポータルですね、敵が出現するところを壊したいっていうふうに進めてます。で、これ出来上がりましたね。ここにですね、お、先ほど鎌を作った人が、農家の人ですね。これ農家がですね、ここで田畑作業を始めます。はい、あれがどう成長していくのか。お、これ2人目で、もう1個作ったんで、もう1人そのうち増えるでしょう。またこういうのが面白いんですよね。こう指示を出して、お、3人目が出発。よいしょ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 。なぜこの人はここにいるんだ。夜が来た。まずいな。左に行った大工さん、ちょっとやばいな。襲われる可能性が。そう、指示をしすぎると良くないですね。あ、犬？犬はどこなんだ？あれ？あ、いた。
さあどっち？左だとまずい。左はまずい。おい、右。右。いいの？そんな行っちゃって。どれぐらいの敵の量が来るでしょうね。今日何日目だ？4日目。ほい。で、おそらく明日ですね。明日の5日目がブラッドムーンだと思うんで、敵が大勢来ると。壁をちょっと強くしときましょうか。この夜の間に移動してもらって、昼間の間に壁を作って明日の夜に備えると。あ、やばい、大工事してるな。右に走っていってくれればいいけれども、大丈夫ですね。これですね。これが次のランクの壁になります。よいしょ。ほい。さあ、本拠地はこれでマックスですね。これ何を作ったんでしょうね。これは結構キーとなるアイテムになります。アイテムっていうか職業ですね。さあ、どんどん今度は人を集めていかないといけないんで、リクルートに行きましょう。小銭を持ってリクルートに行きます。そしてここは田畑作業が進んでいますね。開発が急ピッチに進んでおります。この壁もちょっと脆くなってくるかな。まずいな、まずいな。あ、左側、あ、そうか、左側確かキャンプはなかったかな。覚えてない、どっちだっけ。あったかな。あ、ありましたね、確か。よしよしよし。はい、うちへ、うちへ。4人もいるじゃないか。ニートニート。1234、終了か。よし、ただゆっくり歩いてくるじゃないですか。で、左側に敵の陣地のポータルありますよね。で、あそこから敵が来ると襲われちゃって、ここに来るのやめちゃうんですよ。だからこの壁の内側に来るまでちょっと気が抜けないんですけど、まあ、そこはちょっと運ですね。左側から来るのか右側から来るのか。で、今さっきの左側の壁を発注しちゃうと大工が到着して完成すればいいんですけど、完成しないとあそこ壁がないっていうことになっちゃうんで、敵がですねぐわーっと押し寄せてきて、この農家とか襲われちゃうんですよ。それは良くないですね。これ左に吠えたらまずいな。まずくはないか、なんとかなるか。どっちから来るかな。人がいりますね。あ、ここですよ。ここが行商に。あ、左だ。ちょっと待てよ。リクルートしてから行こう。ほい。もう一人おるか？これなんだ。ああ、もう一人おる。はいはい。左側。あ、ブラッドムーンじゃなかったですね。明日かな。大工さんが手持ち無沙汰だ。左側の攻撃を見送ったら、見送ったじゃない、見守ったら壁のグレードアップしましょう。なんだ、走ってきた。なんだろう、まさか敵の大軍が来やしないよね。あ、さっきリクルートした人か。おー、これだ。これ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 。攻撃を受けて、キャンプにいる時と同じ、乞食モードになってます。これ襲われてますね。
最初の2人は大丈夫だったけど、2人は襲われちゃったと。だからもう一回コインを見ると。だからコインをちょっと浪費しちゃった形になるんですよね。はい。じゃあ計画通り。そうしたら大工さんが駆けつけてくるはず。牧草。うん、頼みますよ。ちょっとお金がなくなってきたな。と思ったら甘やかしてくれましたね。ほい。さあさあ、右端か。右端の開発を進めようかどうか迷いますね。これはですね、もうちょっと後にしましょうか。コインは持ってない。日も沈んじゃうかな。まだいけるかな。この辺ちょっと切ってもらおうかな。敵のポータルまでの距離をちょっと確認したい。結構遠いな。これか。まあまあ遠いっすね。橋を一個。ここ越えたあたりか。オッケー。あ、この不穏な雰囲気は来ますね。ブラッドムーンがどっちから来るんだろう。どっちにいた方がいいんだろう。どっちですか。ワンちゃん。どっちにいようかな、まあ、とりあえずリクルートした人が来るであろう。まず拠点にいて、この辺は用意しときましょうか。はい、狩人になってね。あ、右、右か。よし、さあ最初のブラッドムーン。まあそんなには来ないと思うけども、来たとしても壁も厚いんで大丈夫でしょう。来た。これでですね、自分のチームの戦力を測るわけです。でこれはですね、ちょっとまずいかな、ちょっとまずいかな。もう少し人数増やさないとまずいですね。ほい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 っと。橋の手前は大丈夫ですね、これで。ワンちゃんいい仕事しましたね。コインください。ありがとうございます。で、こういう風にですね、拠点が大きくなると、あのコインをくれた後にちょっと外れるんですよ。でここでコインをちょうだいねっていう風になるんですよね。これもちょっと不可解な行動なんですよ。こう中心部まで来てコインを配って、ちょっと
王女様お話がっていうような感じでちょっと外れるんですよね。ちょっと外れて、コイン1枚もらっていいですかっていう、このやり取りが不思議でしょうがないですね。最初から9枚でいいよって思うんですけど、これもちょっとオープンしちゃいましょうか。234、おばあちゃんが出てきました。コイン1枚与えるとこのおばあちゃんが何かしてくれるらしいですね。ちなみにこのおばあちゃんは僕が大好きなおばあちゃんですね。当たりですね。またちょっと後で活躍してもらいましょう。だいぶ農作業も進んでますね。こんな感じでコイン稼いでくれるんですね。なのでたくさんまずは稼いでもらって様子見です。お、さあ城の拠点でですね、一個アイテムを作ったのを覚えてますでしょうか。それがこの騎士兵ですかね、なんですけど、これを待ってました。いいですね。ちょっとじゃあ翌朝大きく動きましょうか。あー大丈夫かな、いいか、やっちゃいましょう。失敗するかもしれないですけど失敗するかもしれんな。大丈夫かな、まあいいか、良くないか。治安のしどころですね、これは。行きましょうか。本来はそんなに焦ることもないんですけど、まあいいでしょう。どっちから来るかな。左から切った方が面白い。でこれ今なんかこう牧草も生い茂ってて、春夏ぐらいのイメージだと思うんですけど、このゲーム四季があるんですね。春夏秋冬って感じですかね。でまあ秋っぽくなって最後冬になって、ここがもう雪景色になるんですけど、そうすると農作業もストップしますし、牧草がなくなってこうやって体力回復しなくなるんで走りにくくなるっていうこともありますし、プレイヤーにとってきつくなるんですよ。だから冬が来る前に脱出できるといいっていう感じですね。あれ？どっちに向かって吠えてたの？右かな？はい。ここにコイン4つ投入するとですね、この騎士兵が出発します。で、ちょっと騎士兵にお小遣いあげます。あ、お腹いっぱいっぽいですね。走り始めました。何でしょうか？ちょっとこの辺も、同時並行で仕事してもらいましょうかね。何をしてもらっているかというと、この左端にあるポータルですね。あそこに出撃させました。でそのポータルを、これを壊します。あ、やばい、近づきすぎちゃった。犬もですね、これ気をつけないとこの敵に連れてかれちゃうんですよ。それはかわいそうなんで、なるべく。はい、攻撃始まりました。この騎士兵がですね、この弓兵を守る形ですね。こう敵が邪魔しに来るんで攻撃してくるんですけど、それをこの大きな盾で防いで、で弓兵にこのゲートをポータルをこう壊してもらうっていう。ちょっと見ましょうか。で手前にこうコインがあるんで、騎士兵に攻撃しなくて済んでますね、今んとこ。かなりいい感じですね。はい、コインがなくなったんで今度は騎士兵に来るでしょう。さあ攻撃が来る。おお、勇ましく一振りで倒しました。
さあもう一匹、はいはい頑張れ。ポータルが崩れそうです。もうちょっとだ、頑張ってちょうだい。ほい、さあさあさあ、そろそろか。これで騎士兵とかが負けて弓兵も攻撃受けると撤退になっちゃうんです。だからこちらもハラハラするわけなんですが、早く壊してっていう感じですね。おっ、大軍が来た。ちょっとヘルプしましょうか。大人の対応しましょう。これは共同作業ですから、やっぱ王女としてのこの責任を。おお、壊した。おめでとうございます。さあ画面も赤くなりまして、不穏な空気がですねプンプンしてるんですけど、先ほど自分が攻撃しようか迷ってたのは、これ壊すと敵の本拠地からですね反撃が来るんですよ。大軍が押し寄せてくるんで、それに備えておかないといけないんですね。ということで結構お時間も回っておりますので、この続きはまた次の動画になります。ご視聴ありがとうございました。